学童保育で子供を褒めるというテーマについてお届けします。絵が上手な3年生女子にすごってベル高と指導員が褒めるとうるさい、下手くそやとその子に言われる。また別の日に宿題の時丁寧に漢字書けてるね。花丸と声をかけると無理無理、うざいと言われた。ボードゲーム中にやるなぁ。天才現ると指導員がつぶやいた時は違うわ。アホやアホとその子は自分を下げる発言という内容をツイートしたんですが、これは全部別々の日のことなんです。褒めるって難しいですよね。これについて子供が照れているんじゃないか？照れ隠しで否定するってタイプじゃないというコメントも X でもらいました。その子が心底嫌がっている様子はないと指導員は感じたので、確かにそんな部分もあるかもねって私も感じました。しかしね、その子は何か自分の心のバランスを取ろうとしている感じがある。そうせざるを得ない理由が何かある。ともツイートしているように、もっとその言葉の否定する背景には何かあるように私は感じています。なんでかっていうとね、この子はこの子の保護者から結構こういったマイナスの言葉をかけられていることがあったんです。どうせ無理とかダメだみたいな言葉を日常的に言われていたんです。宿題のことを保護者に話した時は、こいつアホやからと保護者はその子に言っていたことがあったんです。なので照れているということ以上に、この子の場合に限っては、日頃から保護者にそういったクラスの言葉をかけてもらっていなかったということもあったということが私の中ではありました。だから指導員からのクラスの声をかけ褒めることに対して、自分を否定してしまう、自己肯定感下げ下げのような態度をとってしまうことにつながってしまっているのかなと思いました。なのでそこで指導員としては、さらにクラスの言葉がけをどんどんこの子にかけていくことで、この子が安心感を得て自分は自分で大丈夫って思える土台を築き上げられるきっかけを与えられたらいいなと感じたんです。しかし、単に褒めればいい、そう思っているわけではなく、承認とか認める、受け止めるという意識を指導員として持つことが大切と感じているので、過度な期待はしない、信じ続ける、このことでこの子を指導員として支えていきたいなと感じたということがこのツイートの意図でした。また、褒められるとバカにされているような気がすると感じる人がいる。また、褒められてもポイントはそこじゃないのにと感じてイラッとする人もいるというご意見を X でいただいたんですが、これも結局はその人がそう感じてしまうイコールその人の自己肯定感が下げ状態であるということとがつながっているように感じます。今回はここでもう一つ褒めることについて発信します。それは学童保育で子供を褒めるときは結果ではなく過程を褒めるということです。20跳び10回できてすごいねと結果を褒めるより、20跳び10回できるように何度もチャレンジしていたのすごいねと過程の部分に指導員が目を向ける、そこがポイントです。結果を褒めるとプレッシャーになる、子供は次も10回跳べないとダメだという心境に陥る。ここを指導員として押さえておきたい。テストで100点取ったのすごいと言われたら100点取らないと意味がない、価値がない、僕はダメだと自分を追い込んでしまう。それでは褒めても逆効果だから過程の部分に目を向ける、それは褒めるより認めるという感覚、承認の方が大事。こんなツイートをしました。これは大切な視点です。子供を褒めるとき、結果ばかりを褒めるんじゃなくって、その子がそこに到達するまでに努力した部分、つまり過程の部分に目を向けるべきという視点です。例えば縄跳びで何度も引っかかっても諦めずに飛ぼうとチャレンジした部分、漢字テストで100点取ったとしたら、その子が普段の宿題の時から漢字を丁寧にしっかりと書いていた部分に目を向ける。絶対次も100点を取らないとダメ。100点取らないと意味がない。価値がない。と自分を追い込んでしまう原因は、結果を褒めてしまうことにあり、工作が甘いね。折り紙すごいね。じゃあ工作や折り紙が甘くなかったら、自分はダメだとネガティブ思考になってしまう子もいると思うので、そういったところに目を向ける。私もね、同じなんです。すごいですねって言われたら、全然そんなことありません。って謙遜します。なんでかっていうと、自分ができるっていう風に認めてしまうことでハードルが上がってしまうからです。勝手に期待を背負ってプレッシャーを自分で自分に与えてしまうところがあるからです。イオキーマンの YouTube すごいですねって言われたら、どうしよう、すごい内容の動画をアップしなくてはってプレッシャーに押しつぶされそうになるんです。ナイーブな性格ですからね。だからそこで投稿し続けている。ライブ配信とかにチャレンジしているのがナイスですねって言っていただけると嬉しいですし、安心できます。なぜならそれは家庭の部分を褒めてもらえてるからです。結果じゃなくって、その頑張ってやろうとしている部分に目を向けて褒めてもらえると、私は安心できます。それでまたこれが心にぐっと響くんですよね。嬉しいんです。それで最後にもう一つだけね、お伝えしたいことがあります。それは共感です。そもそも褒めるって子供にとって必要かどうかっていうと、そんなに重要じゃないじゃない？という話です。そうなの？今までの話は何だったの？となってしまいますが、そうなんです。褒めるより共感とか寄り添う認めるが最重要と思っています。二重跳び10回跳べた時には褒めるんじゃなくて、同じ気持ちに共感することが大切ということです。その子が二重跳びができて喜んでいたら同じように、その嬉しい気持ちに指導員が共感するということです。嬉しいんだね。私も嬉しいよ。です。君が嬉しい姿は私も嬉しいよというように共にその喜びを共感し、その子と一緒に、そのことについて喜んであげられる存在が学童保育指導員です。そこが重要であり、それがナイスだなと感じました。だから、テストで100点取れた子に対しては聞いてみたらいいと思うんです。どう感じたの？と、こんなの当然さ。嬉しい。まだまだ子供がどう感じるかは自由です。その時、指導員は、あ、なるほどね。そういう気持ちなんだね。うんうんと受け止める。これだけでいいんです。これが寄り添うとか認めるということです。これができれば褒める必要も叱る必要もないんじゃないかなと私は感じました。これはね、X のフォロワーのなべさん。私が尊敬しているなべさんからのコメントでハッと気づかせていただいたことなんです。ちょっと角度を変えて10回か。嬉しいね。と。褒めるというよりか感情気持ちに寄り添うというのもいいなと思います。結果より過程をとはよく言われますが、子供を見てるとやはり飛べたという嬉しさや達成感は大きいんだなということを感じさせられたのです。というコメントをなべさんからいただきました。褒めることよりも気持ちに寄り添う指導員。これこそが理想だな。そう感じたので最後にお話しさせていただきました。いや、ほんと褒めるって奥が深いですね。また、皆さんからのコメントやご意見もどんどん募集しています。今回は学童保育で子供を褒めるというテーマでしたが、皆さんもいろいろ感じ、様々な考えがおありだろうと想像します。また、よぴーまんと交流して共に学び合いましょう。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録もお待ちしてます。